こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、市川一家4人殺害事件の後半のお話でございます。この事件は1992年にですね、当時19歳の少年関輝彦が、千葉県の市川市にあるマンションの8階に住んでいた5人家族のうち4人を、殺害して、唯一生き残った15歳の少女に対しては、複数回の、そのレイプとか、傷害暴行を行ったという事件です。で、前半ではですね、この関輝彦の、人生と、被害者の人生をお話をしてきました。で、後半はですね、この事件後のそれぞれ事件の関係者の、その事件とか様子をお話ししたいなというふうに思っています。で、まず結論から言うとですね、最終的に関輝彦は死刑判決が下されます。で、これはもう最高裁でも、確定しまして、で、死刑もですね、2017年だったかな、執行されています。なので、もう関輝彦はこの世にいないですね。で、唯一生き残った15歳の少女は、その後、結婚して、新しい家族を作ったというようなことは言われています。で、そこに至るまでの、お話をしていきたいなというふうに思います。事件についてはちょっと簡単に振り返りますと、1992年の3月の5日の夕方から、6日にかけてですね、たまたまその1ヶ月前ぐらいに関輝彦が、たまたま町で見かけて、レイプをした15歳の少女、その家をですね、彼女の持ち物から関輝彦は覚えていた。で、関輝彦はですね、その、暴力団絡みのトラブルで暴力団から200万円のお金を要求されていた。で、そのお金を作るためにですね、自分のおじいさんが営んでいた、うなぎ屋さんに忍び込んでお金を盗んでみたりとか、町で見かけた人に、恐喝まがいのことをしてお金を取ったりとかですね、恐喝まがいというか恐喝ですよね、強盗ですよね、そんなんもしていた。でも、それでも200万は集まらんということで、自分が1ヶ月前にレイプした少女の家に行って、そこの預金、銀行預金を奪おうと考えて彼女の家にやってきます。で、3月5日の夕方、4時半ぐらいに家にやってきて、まず83歳のその家のおばあさんを殺害。で、その後帰ってきた30代のお母さんと15歳の少女のうちのお母さんを殺害。で、その後帰ってきた4歳の妹で、さらにはその後帰ってきたお父さんも殺害しました。で、一家のですね、銀行預金の通帳印鑑を奪って、さらにはこの被害者のご夫婦が経営する会社の預金通帳なんかも奪います。で、さらにこの3月5日から6日にかけて少女は2回レイプされています。3回かレイプされています。で、結局はその被害者の両親が営んでいた会社の従業員さんが、警察に通報してくれたということで、翌日3月6日の朝7時ぐらいに、このマンションに犯人と生き残った少女が2人でいたところ、警察が突入して犯人が逮捕されたという事件です。で、逮捕された少年は、その後留置所とか拘置所に入っていくわけなんですが、この時に担当していたおまわりさんがこの少年を見て本当に驚いたそうです。それはですね、留置所でいびきをかいて寝てると。で、さらに飯も残さず全部食べてると。で、さらに
この加害者の家族に言って参考書を取り寄せて勉強してると。でなんで勉強してんねんって聞いたら、俺はすぐ出れるから人生やり直すねんと、まあいうようなことを言ってると。こいつはとんでもないやつやというのを、まあ、おまわりさんがその後言ってます。まあ、要はですね、こんだけ大変な事件を起こして、まあ、全然気にしてないどころか、まあ、人生をリセットしてですね、もう一度やり直すんだみたいな、そんなテンションだということを、まあ、そのおまわりさんは大変驚いたと、まあ、いうようなことが言われています。で実際この少年のその後を描いた、これ前回もちょっと紹介したんですが、永瀬俊介さんという小説家が書いた19歳一家4人惨殺犯の告白という本があるんですが、まあ、この本はですね、ちょうどこれ犯人が逮捕されたのが1992年なんですが、そこから裁判が行われたのが1994年ぐらいに始まってですね、で1996年か7年ぐらいから2001年に最高裁で死刑が確定するまでの間、拘置所にいたこの犯人関照彦とこの小説家の永瀬さんが、まあ、文通したりとか面会に行ったりとか、まあ、そういうので、まあ、長い期間インタビューを重ねて書いた本なんです。でそこに書かれているのが、これ少年はですね、自分のやったことを大したことじゃないと、まあ、思ってたみたいです。まあ、19歳という年齢なんで、自分は少年だから、まあ、言ったとしても少年院ぐらいなんじゃねと、まあ、いうことを本気で思ってたみたいです。まあ、なので自分の母親に言ってですね、教科書持ってきてくれっていうので教科書持ってこさせて、まあ、勉強して、まあ、少年院出たらまた一からやり直そうと、まあ、いうようなことを考えてたそうです。まあ、実際にですね、その少し前、4年前に起こった1988年の、これ東京の綾瀬の方で起こった、まあ、女子高生コンクリート事件という、まあ、とんでもない事件があるんですが、この辺もですね、まあ、主犯格の弟が、男がですね、少年か、主犯格の少年が懲役20年とかぐらいなんで、まあ、自分もマックスそれぐらいだろうと、まあ、いうふうに鷹をくくっていたと、まあ、いうことです。でまあ、本を読んでみて感じるのは、この関照彦の心の中っていうのは、まあ、基本的に他人が悪いと、まあ、いうふうな思考回路です。で一番まあ悪いと思って恨んでるのは自分の父親です。まあその遊んでですね、その、まあ、浮気したりギャンブルして、まあ、借金3億ぐらい作ってですね、まあ、それがきっかけで家族は夜逃げしてですね、まあ、少年時代極貧生活を送ったりとか、あとはその父親の言うこと聞かんかったら、まあ、殴る蹴るの虐待を受けたみたいな、まあ、そういうのが、まあ、全て自分の性格になって、ると、まあ、自分を作ったのは父親で、全ての諸悪の根源は父親なんだと、まあ、いうようなことを、まあ、インタビューでは答えています。またさらに母親に対してもですね、まあ結局その母親は外面がいいと、なので自分がどんな悪いことしても外でニコニコしていると。でまあその借金作った父親に対してもそのいつも許して、でいつか自分の元に戻ってくるっていうふうに勝手に信じて、まあそういうことをしていると。でそういう母親の考え方も、まあ、自分というのを作ったみたいな、まあ、そんなことを言っています。あとはですね、おじいさんですね、まあ、長年この、加害者の関照彦の家族を金銭面で支えたおじいさん、うなぎのですね、その卸売の店をですね10店舗ぐらいまあ展開していた、まあ、年商もですね多分数億ぐらいあったんと思いますけど、そんなおじいさんですね、に対してもですね、その自分たちが一番大変な時に自分たちを捨てたと、まあ、要はその自分の父親が3億の借金を作った時に、おじいさんはその借金3億を肩代わりする代わりに、その娘家族を勘当するという判断をするんですね。まあ、その後また援助するんですけど、でそれがもう許せないと、まあ、自分を助けてくれた、まあ、父親を恨むのはまあ分からんでもないんですけれど、まあ
母親はやっぱりその少なくともですね、極貧時代に女で一人でですね、その子供2人をなんとか育てた、まあ、これだけでも感謝に値すると思うんですけど、その母親に対しても恨んでる。で、まあ、自分たち家族をですね、その見捨てずに最終的には金銭面で支えてくれたおじいさんに対しても恨んでると。まあ、自分以外のほぼ全員関照彦はまあ嫌いなんですね。で、まあ、やっぱこういう、まあ、マインドなんだなというのをなんかすごい感じました。で、なんだったらですね、その被害者に対しても、まあ、反省してないんですよね。なんか悪いことをしたと口では言うんですけど、じゃあどこが悪かったのっていうのを、例えばこの小説家、後に本を書いたこの永瀬さんが聞いてもですね、それはまあ自分がみっともなかったってことですよ。え、みっともないっていうのはどういうこと？いや、ただみっともないんですよ。それは自分の罪を認めてないんじゃないのって言われたら、なんか自分が見たくない過去の自分を見る必要ってありますか？みたいな、なんかちょっと開き直るような、そんな言動をしています。さらに、そのこの事件を起こす少し前に24歳のその OL さんをですね、その突然その街で見つけて殴って、地面に顔面を叩きつけてですね、顎の骨を骨折させて、さらにレイプしたりしてるんですけど、この女の人に対してどう思ってたかって聞くと、犯人の関照彦はこう返すんですね、どうせ逮捕されるなら昔学生の頃に好きだった子にすればよかったなというのが正直な気持ちですと。まあ、だからやっぱこう、あ、なるほど、こう被害者に対してのなんかこう悪かったという気持ちはなかったんやなと。どうせ逮捕されるなら昔好きだった頃、好きだった、女の子にすればよかったと、まあ、いうようなことを言ってるんですね。で、そんな関照彦がですね、ただ神様のことは信じてたんですね。この辺がね、なんかちょっとね、僕は腑に落ちた部分があったんですけど、あの関照彦はその極貧の小学生時代にラジオを拾ってきてるんです。で、ラジオから流れるあの地味編とかですね、クリームとかですね、まあ、そういうあの、まあ、1970年代とかのロックに、まあ、こう浸水するんですよね。だから地味編のことは神と崇めてるんですね。なんでその後ですね、まあ、不良時代にはですね、まあ、バンド組んでですね、まあ、ボーカルとかギターとかそういうのもやったりしてるんです。で、まあ、地味編と同じようにですね、薬やりまくってですね、まあ、ギターとか全然うまくないんですけど、まあ、麻薬とかはそのやりまくってたと。で、まあ、神と崇めてた。で、一方ではですね、昔友達の影響でエホバの証人を信じてたんです。まあ、だから聖書を信じてたんですね。で、その後もですね、まあ、中学時代に一回教会に行こうとしたりとか、そんなことをして、で、犯行を犯した後もですね、そのキリスト教関係の教会の人に、まあ、ちょっとサポートしてもらって聖書の勉強とかをするんです。なので、こう神様に対してはですね、何かすがろうという気持ちがあるんですけど、まあ、いざ人間に対してはですね、まあ、自分以外の相手は、まあ、自分が支配する対象か、まあ、それが敵かという、まあ、なんかそういう位置づけしかこの人はないんだなと、まあ、いうのはちょっと本を読んでて感じました。ただそんな関照彦がですね、一度、まあ、強くそうこう反省した瞬間があったそうなんですね。で、それが、94年、事件から2年後の4月4日なんです。事件から2年後ですね。で、これ場所は千葉地裁なんです。まあ、裁判所です。まあ、この時にこの事件の一審が行われてたんです。まあ、地方裁ですね。で、ここで初めて検察から論告求刑が行われました。まあ、論告求刑というのは、検察がいろいろ事件調べたけど、私たち検察の立場からするとこの犯人はこれぐらいの罪がいいと思うと。
まあ、いうことですね。でこの時に死刑が相当、まあ、死刑宣告をされたんですね。でこの時に初めて、あ、自分は死ぬかもしれないんだということを感じたと後に語ってます。でこの時に、まあ、初めてですね、まあ、その被害者たちの、まあ、恐怖というものを少し感じたと、まあ、後にこのインタビューしてた永瀬さんに語ってます。まあ、確かに、ああそうなんだなというふうに思いました。やっぱりこう他人の気持ちっていうのがやっぱなかなかこう理解できなくて、まあ、自分が死刑で死ぬかもしらんというふうに言われて初めて自分のやってきたことがそういうもんだったのかと、まあ、いうのを、まあ、この関照子は感じたというのをその後のまあインタビューなんかで答えてます。で、結局ですね、関照子は1994年に一審判決で死刑が出て高裁で最高裁で確定したのが2001年です。で2001年の最高裁で死刑が確定した後はですね、まあ、実はその家族とか、かなり近しい弁護士とか、あとは多分教会の関係、キリスト教関係の人以外はもう面会できなくなるんですね。死刑囚っていうのは基本的に家族以外は面会できなくなる。なのでもうそこからですね、情報はほとんどないです。最後に情報が出てたのが2017年の12月19日、このタイミングでまあ死刑が執行されたんです。で、まあ、最後のまあ言葉っていうのがあるんですが、それがまあ弁護士宛にですね、裁判の記録は先生のもとへ送ってくださいと、まあ、いうのが最後の言葉です。まあ、実はその後の獄中生活が25年、死んだ時にはまあ44歳になってたということなんですが、まあ、この死刑が執行されたタイミングで、まあ、関照彦の心、心情が、まあ、どういうふうに変化してたのかっていうのはちょっと誰もわからんのですね。まあ、ちなみにですね、この関照彦の死刑を執行したのはですね、今外務大臣をやっている上川陽子、当時は法務大臣です。知ってます？上川陽子さん。あの前にですね、あの麻生さんがですね、上川というのは、まあ、綺麗ではないなとか、なんかこう美人ではないな、おばさんだなみたいな、すいませんね、このクオリティのモノマネを聞かせてしまって申し訳ないです。あの全然、あの今度練習しておきますって言った、覚えてます？ニュースになったあの上川陽子さんです。で実は上川陽子さんって、あのもしかしたら日本で初めての女性総理大臣になるかもしれんと言われてるんですね。今結構注目されてます。まあ、日本で有名な女性の政治家といえば、小池都知事、あとは誰だろう、田中真紀子、もう今いないですもんね。土井さん、まあ、もういない、いないね。高市早苗さんとかがもう有名ですけど、まあ、今あの女性初の総理大臣の本命は上川陽子さんというふうに言われています。なんですけどこの人実はまあすごくって、あの日本で最も死刑の執行を認めた法務大臣なんです。その数16人。まあ、これはちょっと実はですね、あのこの16人のうち13人はまあオウム真理教関係の死刑囚なんで、まあ、一気に13人ボンと出たということなんですけど、その前が鳩山さんなんですけど、まあ、実は日本で一番死刑執行の判子をしている。まあ、それは別にそのただ職務を全うしただけなんですけど、一応そういう記録になっているとまあいうことをちょっとまあ雑談、脇道レベルでお話をしました。なんでまあ結局2017年の12月29日ですね、まあ、大体年末に死刑って行われるんですが、もう犯人の関照彦はまあこの世を去っているということですね。で一方でこの被害者の遺族とか、まあ、唯一生き残った15歳の少女はその後まあどうなっているのかというところですね。この事件、まあ、唯一生き残ったのがこの家族の長女だった15歳の高校1年生の女の子です。
まあ、奇跡的に生き残ったんですけど、家族全員をまあ失ってしまいます。でしばらくまあ知り合いの家に預けられたりしたんですが、まあ、最終的にはそのお母さん母方の実家の熊本に引っ越しをして、そこでまあおばあさんとおじさんにまあ育ててもらいました。で前回も話しましたが、この少女、被害少女のお母さんはとってもパワフルな人で、二十歳でこの少女を産んでですね、まあその時の旦那が、まあこの旦那もまあ言っちゃいますけど、ろくでもない旦那やっても離婚すると。で、その時にお母さんが言ったのが、もう養育費も慰謝料もいらんと。この子は私が一人で立派に育てると。まあ、言って、まあ、いろんな仕事を してですね、まあ、水商売もしたし、ダンプカーの運転手もしたし、いろいろやって、まあ、最終的にライターになって、まあ、旦那さんと結婚して会社を起こして、まあ、従業員も雇うような、まあ、成功した。その時にもうまだ30代半ばとかですよね。もうすごいパワフルな女性やったんですね。でそのお母さんには弟さんがいたんですね。少女から見たらおじさんにあたるんですが、でお母さん生きてるうちからですね、弟さんに言ってたそうなんです。あんなあんたな、もし私が死んだらな、あんたが私の子供ら面倒を見てやと。その代わりあんたにもしものことがあったら、お母さんのことは、まあ、私が何とかするからっていうようなことを言ってたんですね。で、まあ、弟さんはこの、まあ、パワフルな被害少女のお母さんですけど、まあ、自分のお姉さんをまあ尊敬してて、でこれまあ事件が起こってですね、まあ、弟さんはお堅いサラリーマンとしてまあ勤めてたんですが、もうそれを辞めてですね、マッサージ師やったか鍼灸師やったか、まあ、それに転職をして、まあ、自分の母親、まあ、少女から見たらおばあさんと一緒に、まあ、この少女を支えると、まあ、いうことを決めました。で、まあ、一方ですね、この犯人のお母さん、犯人の母親ですね、もうまあ、その息子が起こした、まあ、この事件については、まあ、その謝罪と賠償をするということで、まあ、その熊本の方に、まあ、もちろんこの一家4人殺害事件だけじゃなくてですね、その24歳 の, その OL さんに対してやったそのレイプ事件とか、まあ、それ以外にもその大学生を20箇所刺したりとか、まあ、いろんなトラブルにを起こした息子が起こした事件に関しては、まあ、それぞれの、被害者のところに行ってですね、その賠償金と、まあ、謝罪みたいなことを、まあ、行ってはいるんですね。で、まあ、もちろんその熊本の方に来てですね、まあ、その500万円ぐらいその見舞い金を持ってやってきたそうなんですが、まあ、この熊本のおばあさんがですね、まあ、その金はちょっと受け取れんと、まあ、いうようなことをまあ言います。このまあおばあさんはその被害少女から見るとおばあさんということで、まあ、このおばあさんもその自分の娘とか、まあ、自分の孫がまあ殺害されてるんですね。で、まあ、このおばあさんはただその犯人の母親、関照彦の母親をまあその無視したわけではなくて、そのまあ母親がわざわざ熊本まで来たらですね、まあ会って、まあ、その話は聞いたと。ただその、まあ、500万円の金を受け取ったら、私らがその孫を殺害されて娘を殺害されたことを許したことになると、だから申し訳ないけどその金は受け取れんと、まあそういう立場ですね。だからその損害賠償請求とかもそんなのしてないんですね、まあ、ということなんです。で、まあ、そのおばあさんがその加害少年の母親に対して、まあ、言った言葉というのが、あるんですけど、まあ、こういう話をしたと、まあ、その加害者の関照彦のお母さんが熊本までやってきます、この度は本当申し訳ございませんでしたみたいなことを言う。でその時にまあおばあさんが言った言葉ですね、あの山に何の木が生えとるかおたくさんには見えますか。この関照彦の母親が、あれは杉でしょうかと。そうじゃ杉じゃ、お宅の坊ちゃんは杉の丸太と思われたんじゃなかですか。まあ、何え丸太みたいな、まるで杉の丸太のごとくやりたい放題うち娘たちを切りたくったとです。
人間は丸太じゃなかとにな、そげなことがどうしてわからんかったとか、私には不思議でならんとです。というようなことを会話があったということなんですね。で、これ結構やっぱこのおばあさんが結構本質をついてるなというのは思ったんですが、まあ、結局関照彦は人間を人間として見れてなかったんですよね。だからまさにこの杉の丸太、まあ、みたいなものとしてまあ見てたんだなと。でさらにですね、まあ、その後この事件を追っかけたあの作家の永瀬さんがこのおばあさんに、まあ、インタビューしてるんですね。まあ、娘さんとかお孫さんを亡くしましたが今はどういう心境ですかと、まあ、いうことをおばあさんに聞いたらですね、まあ、おばあさんはずっとですねこの4歳のお孫さんが大事にしてた、まあ、ぬいぐるみを、まあ、持ってると。でそれがまあそのスヌーピーのぬいぐるみらしいんですけど、まあ時々まあ匂いを嗅ぐと、まあ、そのわずかにこうミルクの匂いがするらしいんですね。でこれがもう間違いなくあの子の、まあ、孫の匂いなんだと、まあ、いうことを言ってました。であとはその4歳のお孫さんが着てた服をですね、まあ、家に飾ってですね、で、まあ、それを見ながらですね、まあ、まるまるちゃんいつもこのばあちゃんと姉ちゃんをこの家を守ってねと、まあ、いうふうにまあお祈りしてると、まあ、いうようなことをインタビューで答えてはりました。で実際この生き残った15歳の少女にその後この作家の永瀬さんという人はインタビューをしてはります。これインタビューした時期がですね、最高裁で死刑判決が確定したタイミング、まあ、事件から9年後なんですね。でこの生き残った少女はまあ再三言ってますが、まあ、そのある日突然車で追突されてですね関照彦にまあそのレイプされて、でなんとか逃げ帰ったんですがその1ヶ月後に家にやってきた関照彦におばあさんが殺害されて、お母さんが殺害されて、お父さんが殺害されて、妹が殺害されて、さらに自分も傷つけられた。でその関照彦が事件から9年経ってですね、あの死刑判決が確定したタイミングで、まあ、インタビューに答えてるんですね。まあ、彼女はその時には24歳になってました。事件から9年後なんで。で、まあ、美術系の大学に通ってたんですね。まあ、お母さんとかお父さんの影響だと思います。で、まあ、事件のことはもう忘れました。でないと私も前に進めませんから、犯人がどういう刑になろうと全く関心はありません。将来は母のようになりたいです。バリバリ働いて私を育ててくれた母のようなキャリアウーマンになりたいですと、まあ、いうことを語ったということです。で彼女はその3年後にですね28歳で結婚したそうです。まあ、ずっと付き合ってた男性と結婚して、まあ、ヨーロッパに移住したということです。でこのヨーロッパがどこかっていうのは全然僕らにはもうわからないんですが、まあ、実はその事件が起こった1992年、まあ、その少し前に、まあ、実はその元気だった頃のお父さんとお母さんが雑誌の仕事をしてたんですね。旅行雑誌の仕事をしてて、それをきっかけでベルギーに一回行ったそうなんです。でそのベルギーがまあすごいよくって、でその後もですねお母さんはまた生まれたばっかりの妹をですね連れてですねベルギーに短期留学してですね、まあ、そんなんしていつか家族でベルギーに引っ越ししようねと、ベルギーで暮らそうねと、まあ、いうようなことをお父さんもお母さんもまあ言ってたそうです。でそのせいでその被害少女が最終的にヨーロッパに行ったのかどうかは分からないですが、まあ、もしかしたらお父さんとお母さんが行きたかった場所に行けてたんかなというのをちょっと調べてて思いました。そんなところでございます。まあ、あの今回はその永瀬俊介さんという方が書いた19歳という本を参考にいろいろお話をさせてもらいました。でそれ以外にもですねネット上にはですね結構その最高裁の判決の判決文とかも載ってたりしますので、まあ、ご興味のある方は
そんなのを見ていただけでもいいかなというふうに思います。今日は1992年の3月に起こった千葉県市川市一家4人殺害事件の後半のお話でした。ありがとうございました。